はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。ときめきメモリアル4、11回目かな、星川さんルート続きやっていきたいと思います。終わりが見えてきたね6月だ。で、前回何やったかも全然覚えてない。部活しかしてないなんで、頑張っていきたいと思います。はい、まあとりあえずね、部活はね、全国を目指しているってことで、今月もはるちゃんからの交換日記が届いてるぞ。どれどれ。こんにちは、はるです。はい、はあ、もうすぐ期末試験ですね。そうね。私、スイーツの勉強は楽しいんですけど、高校の勉強は苦手なので楽しくありません。先輩は勉強得意ですか？もしよければこの問題の答え教えてほしいんですが。頼っちゃってすいません。よし、頼られた。これでいいかな。俺も期末試験頑張ろう。でもなあ、学ぶに勝てるかな。マジで微妙だよな。さーて、また部活だ部活大好きだよな。お、あのね、お願いがあるんだけど。はい、何ですか？昨日出た宿題の範囲教えてくれないかな。いいけど、もしかして宿題忘れたの？うん、だからこれから急いでやろうと思って。家は移させてあげるのに言えば移させてあげるのに、星川さんは真面目だな。俺も移したことはないな。俺の場合やらないっていう話しかねえから。小遣いは先月と同じ額か。やべえな、ちょっとドキドキするね、部活。おっと、誰ですか？どちらさん？この人なんか、ま、あれ、星川一回あったよね。あ、なかった。ああ、初か。なんか前もあったよ。一体いつの話だね。元気かな。最近連絡ないからどうしてるかなと思って、毎日会ってるけどね。学校でさ、会ってるよ。さ、連絡してくれないと寂しいよ。できたらでいいんだけど、連絡して。それじゃあ待ってます。まき、さーて。期待に応えたいんでね、ちょうど手もつないだし、問題はどこに行こうかっていう話なんでね。8月はあれだから、どうしようか。前回どこ行った？遊園地かなんか行った記憶あんだよな。あ、はい、君の声が聞けて嬉しいな。いえいえいえ。さあ、どうしましょうか。期末テスト終わってからでいいよね。中央は、待て、ショッピング街行ってないね。あ、ボーリングって手がある。じゃあ行きましょう、ボーリング。え、私でいいの？ボーリング、ボーリングここだよね。今気づいたけど、分かった。ワンとかはね、ボーリングとゲーセンとかね、場所違うんだよね。だからね、唯一フォーなんだよね、こういう風になってるのは。いや、体調、あ、でも体調は問題ねえか。まあ、紅茶の残りがある。紅茶の残りがある。かあ、まあまあだな、やっぱり。まあまあかな。完璧だ。で、社会が完璧で、芸術も完璧と。よし。学ぶに勝てない。ちくしょう。あいつ、ほんと頭いいんだよな。人間的にどうなると思うけど。はい、星川さん。さて、行きますか。まだ来てないな。こういう服だったっけ、覚えてないね。星川さんだ。ごめんね、待たせちゃった。いや、来たところだ。そう、もし待たせたのならごめんね。問題ないよ、時間通りに来てくれたしね。本当？ありがとう。それじゃあさ、早速行こうよ。よし、行こう。よし、
今日は遊ぶぞ。ねえ、どこに行こっか。さあ、ボーリングです。了解。それじゃ、レッツゴー。ねえ、ハーブのかけ方教えてくれない？教えてあげないよ自分で覚えた方がいいよ。こうやって手首はそんなよくねえな、全部。え？あ、ううん、ごめんね。あ、そういうこと？急に手を握られたからドキッとしちゃった。バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。あ、なるほどね。あ、そういう動きなんだ。ねえ、この後もうちょっとだけお話できないかな？よかったらでいいんだけど。いいですよ、全然大丈夫です。本当？やったー。それじゃあ行こう行こう。うん、行こう。この店でいいかな？あー、このお店最近女の子の間で人気なんだよ。そうなんだ。それじゃあ入ろうか。ガシャン。すみませんでした。ん？どうかしたのかな？お店の子がお皿割っちゃったみたい。大丈夫かな？怪我とかしなかったかな？どれどれ？あ、奥に入っちゃったよ。よく見えなかったな。今日は本当にありがとう。最高の一日だったよ。また誘ってね。待ってるから。あのね、その一緒に帰ろうね。あのね、ん？どうかしたの？つなぎたいなって。ダメかな？全然ダメじゃないよ。えいおー、嬉しい。すごく嬉しい。送ってくれてありがとう。もう少し一緒にいたかったな、なんてね。それじゃあバイバイ。ん？あ、そうか、もう連絡来ねえのか。部活かな。学ぶには負けたけど、ここは負けたくねえ。おー、竜光寺会員にも負けている。あれ、星川さんがさ、それでもここにいんのか。まあ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 、うーん、ちくしょう。よっ、まだ俺には勝てんな。くそ。それでも俺よりは高いけどな。テスト結果見たよ。すごいね。びっくりしちゃったよ。そう、きっとまぐれだと思うよ。そんな、ご謙遜ご謙遜でも次は私も負けないよ。俺だって負けないぞ。どうすかな、2学期本気出すか。次の授業の教科書はと。あ、あったあった。あれ違うぞ、これは交換日記のノートだ。なんでそれと間違えるんだよ。そうか、前に書いた時からもう1ヶ月経ってるのか。今度は何が書かれてるのかな。どれどれ。こんにちは、春です。期末試験終わりましたね。先輩がこの間教えてくれた問題ですが、バッチリでした。おかげで試験もいい点数が取れました。ありがとうございます。よしやったね。そういえばもうすぐ夏休みですね。今度こうやって先輩の日記が見れるのは2ヶ月後か。なんだか寂しいです。ああ、もう夏休みなんてなければいいのに。それは嫌だろ、みんな言うよ。嫌だって言う方が多いよ。寂しいな。くぅ、くぅってな。行ったことないけど、くぅって飲みを飲んだ後のくぅはあるけどな。怒りはさまったら誕生日じゃないか。あ、タンプレだ。羽はあるけどな、マグネシウムリボンってのはよくわかんないけどね。3年目はマジで全員金かかるよな。
はい、先輩にガンブレを渡そう。ここで会える気がする。よくわかんねえな。この直感力をもっと別のものに使えばいいのに。いたいた、小山先輩、タンプレ。あら、嬉しいわ。ありがとう。開けてもいいかしら。ええ、開けてください。どうですか。ありがとう。大事にするわね。割と喜んでくれたみたいだな。すごいね。君の部活での頑張り、私のところまで噂で聞こえてきたよ。頑張った甲斐があったぜ。多分全一は取れると思うんだよ。ここまでやった。前回やりまくったからな。体調はまあいいか。40ぐらい切ったらカードを切るか。紅茶というカードを。紅茶しかねえけど。だからあれだね。縁日行かないとね。ここは外せねえ。君の声が聞けて嬉しいな。はい、どうも。さあ縁日行こうぜ。はい、大丈夫です。うん、縁日か。まともにもう行かねえな。それどころじゃねえからな、仕事とか。さて、部活もやんないとね。うん、で、夏休みだからマジでいろいろとやりてえな。原付の免許取れるんだよな。いいよ。今回はいらねえ。水泳大会か。まあ参加はしますけど。あ、自由参加なのにちゃんと来るなんて偉いね。あ、最後の水泳大会だからね、参加しておこうと思って。そうだね、今年で最後だもん。いっぱい思い出作らなきゃだよね。うん、せっかくだから優勝狙っちゃおうかなんてね。よし、優勝はともかく頑張るぞ。でも3年目だから狙えなくはないんだよ。どうしよう、俺も頑張るぞ。個人的には活躍したと思うけど、クラスの成績が良かったみたいだ。あー、ダメだったね。お疲れ様。私、君のことを精一杯応援したんだよ。その効果が出たのかな、なんてね。効果はバッチリだと思うぞ。おお、うちのクラス結構いい成績だな。俺がいれば当たり前さ。マナシがいても優勝できなかったんだよ。いけじゃねえよ、メルマが。メルマが。さて、もうここは何でも超えたね。まあサブカルチャーはちょっといけねえけど、紅葉か。そうだ、紅葉あたりにも行きますか。日にちは11月いっぱい。はーい。さあ11月ってことは2回目でいけねえな。ちょっと待って、11月なんてね。あ、そうそう、ネオはこれだから。うん、 OK。 さーて、部活。お、おしゃみやこ。おはよう。はい、おはようございます。はい、今月のお小遣い27人。成績上がったから額もちょっと上げておいたって。あだっす。いけない、もうこんな時間。それじゃあ私行くね。行くって学校。うん、部活の準備をいろいろとね。じゃあね。よーし、やかちゃんと見てろよ。お前全国一位取るから頑張るよ。でもその前に縁日は行かせてくれ。まだみたいだな。お待たせ、ごめんね、ちょっと遅れちゃった。気にしないで、俺も今来たところだから。
そうなんだ。よかった。浴衣着るのに時間がかかっちゃって。そうか、気にしなくていいのに。ありがとう。それじゃあお祭り見て回ろう。うむ。ねえ、ん？浴衣を着てる。たまらない。可愛いと思うよ。そうなんだ。なんか嬉しいな。いろんなお店があるね。どれか遊んでみる？金魚すくいかな。射的もいいんだけど、射的は次回だな。次回っていうか次の人でやろう。うん、頑張ってね。隣で応援してるからね。はい、頑張ります。こんなに上手い人初めて見たよ。すごいね。やった、褒められた。花火が始まるみたいだよ。かほら、こっちこっち。たまやーって感じだよね。リアルで一回も行ったことないけどね。綺麗だったね。なんか綺麗すぎてちょっと泣きそうになっちゃった。大げさだな。また次の花火も君と見れたらいいのにな。あの花火が上がるってことは今日は本当にありがとう。最高の一日だったよ。また誘ってね。待ってるから。はい。この縁日ってどれぐらいの規模なんだろうね。あの花火の量で考えると。あのね、その一緒に帰ろうね。送ってくれてありがとう。もう少し一緒にいたかったな、なんてね。それじゃあバイバイ。お、バイバイ。さあ来たぜ、全国大会。体調使うのをすっかり忘れたけど、まあなんとかなるだろう。さあ全国だ、目指すぜ。ついにここまでやってきたぞ。すげえな、応援してるぜ。どうせなら全国制覇目指してこい。頑張れよ。まったくだよ、任せろ。あ、ついにここまで来たんだね。私一生懸命応援してるから気合い入れてファイト。よし頑張るぞ。さあどうかな。さあ全国一回戦。はい勝った。いい大戦。はい勝った。第三戦で怖いな。準々決勝、羽ばたき。 OK、 準決勝、萌木の。うおーやばい。マジか。あー怖いね。決勝、響きの。おー勝った。あぶねえ、全一。よし全国制覇。お前マジかっこよかったぜ。おめでとう。おめでとう、感動したぜ。二人ともありがとう。あ、優勝おめでとう。すごいよ本当に。出てきちゃった。星川さん猛烈に嬉しい。頑張ってきてよかったよ。ちょっと嬉しいね。ちょっと焦ったね。さーて、しばらくは勉強はしなくていい。さーて、学ぶ抜きにかねてなってます。おかしいねこれ。おかしいと思うんだよねこれ。まあこれ生徒がいる合宿なんだけどさ。おはよう。絶対おかしいよね。うん、ね、これで一応あるからね、合宿は合宿で運動部もね。星川さんおはよう。生徒会の合宿も今回で最後なんだね。不意のないよう頑張らなきゃ。生徒会の合宿ってのが分かんないけど、俺も頑張るよ。うんうん、最後の合宿も実りあるものにして優秀の美を飾りましょうなんてね。
考えてよりは全日に目指して大会した次の週に生徒会の合宿があんの、これすごい学校だね。生徒にもうちょいゆっくりさせろよと思う。出なくていいとか言ってやれや。生徒会の合宿っていっぱいやることあるんだね。最初は何をするのか思ってたけど結構ヘビーだね。そうだよね。でもここでくじけちゃダメだよね。みんなのためにも頑張らなきゃ。そうだね。よし、明日も頑張るためにも今夜はおやつ解禁。ポテチを3袋食べます。そんなに？なんてね、冗談冗談。本当に冗談？1袋だけだよ。うーん、あ、信じてないでしょ。さすがに私だって一晩で3袋も。あ、食べたことあるかも。あ、やっぱあるんだ。余裕じゃない？気がついたら余裕だよ。無駄に食っちゃうな。どうなんだ、料理ですか？お待たせ、晩ご飯ができたよ。カレーですか？星川さんが食事当番なんだ。うん、頑張って作りました。食べてみてくれる？はい、もちろん。それじゃあいただきます。これはどうかな。うん、美味しいよ。普通に美味しい。本当？やったー。でも普通なんだね。あ、ごめん、悪い意味じゃないんだけど。いいよいいよ。私なんかがいきなり美味しい料理作れたらそれこそびっくりだよ。まあそうだ。料理の道は一日にしてならずなんてね。でもよかった、君にそう言ってもらえて頑張った甲斐があったよ。どんなことでも頑張る星川さんらしいな。生徒会と部活の掛け持ちは大変だ。本当だよ。あ、星川さん、お疲れ様。生徒会と部活の掛け持ちは大変そうだね。全一ですけど。まあね、でも自分でどっちもやるって決めたことだからね。ただ生徒会の方にあまり出席できてないから申し訳ないよ。それは気にしなくていいよ。君の分まで私頑張るから。そうだよ、結局それができたおかげで全国1位できたんだぞ。助かるよ。それより体壊さないでね。それが一番心配だよ。大丈夫だ、紅茶があればなんとかなる。気を使ってくれてありがとう。星川さんって優しいな。4日目。はい、5日目。あー、でそろそろだな。うー、今日も疲れたな。ちょっと散歩でもしようと。おお、しかさん、どうしたの？こんな時間に、こんなところで。大きな声出しちゃダメ。ん？何してんの？お風呂覗きのパトロール。毎年いるんだって。女子のお風呂を覗く男子が。学ぶじゃない？生徒会関係ないけど。そうなんだ。お風呂覗きは犯罪だからね。と捕まえて、きっちり教えてあげなきゃ。そうだね。そういえば、君はここで何してたの？あ、違うよ、俺はただ散歩していただけだよ。そっか、安心した。君が覗きなんてするわけないもんね。うんうん。それじゃあ私はもうちょっと見回りしてから戻るよ。頑張ってね。うん。そうか、犯罪か。残念だけどこれも時代だな。関係ねえだろ時代は。よ、はい、6日目。30だな、きっちりだな、模様性になるな。おお、びっくりした、どうしたの？3年間よく部活を頑張った。本当だよ。努力にはご褒美がつきものだ。頑張ったお前にもちゃんとご褒美があるぞ。なんかあったっけ？覚えてねえな。何かもらえるんだ。あ、これ必殺技打てるっていうだけ。まさか。お前はすでにそれを手にしている。自分の中に新しい力がみなぎっているのを感じるだろう。これ1と2は確かそうだったよな。3はどうだったか覚えてない。言われるとそんな気も。そうだろう。
お前は強い力を手に入れたのだ。ただし、その力は大切なものを守るために使うのだ。決して弱い者いじめなどに使ってはいかん。あ、はい。いい返事だ。では頑張れよ。なんだかよくわからないけど、とにかくすごい力を身につけたみたいだ。大切なものを守るためにか。肝に銘じておく。まあそのバトルはデートを3回同じ場所繰り返さないと出ないから、結局そんなね、女たらしの方が問題なんじゃねえかと思うよね。たらしの方がマジで問題だよ。8月理系だから、こうなるとあれか、アイテムか、切っていくか。98、微妙最高に微妙な数字だな。どうしようもねえな。11月9月、あ、でもあれか、問題ね、映画があるからある程度のやつらはそっちでなんかな。オッケー、よし。ということはリッチは40から30ぐらいいる問題ねえな。お、どうした2人とも。おい、あ、これから帰るところ。おーよ、そうだ、私たちもね、二人で寄り道して帰ろうかって相談してたところ。二人は本当に仲がいいんだね。そりゃ親友だもんね、マキ。うん、私たち二人揃えば最強だよ。最強なんだ。そうだよ、五道つぐみの頭脳と私のないんだ。あります。今は見つからなかったけど、あります。はいはい、あるある。マキちゃんは魅力的でモテモテですから、きっと何かありますよ。な、何よもう、つぐみのバカ。私より成績悪い人にバカって言われたくないです。成績悪い人に、勝ちます、いつか勝ちます。へえ、いつかっていつよ。何年何月何曜日、何時何分何十秒。何日じゃなくて何曜日が先なんだよね。よくわかんないね。先っていうか日が言ってねえんだ、これ思ったら。そんなのわかるわけないじゃん。そりゃそうだよね、一生私には勝てないもんね。口では勝てないけど、サイズでは負けてないし。サイズって何よ。胸とか。何言ってるのよ。やったー、勝った勝った二人とも言ってしまったな。そうか、勝ったのか。うん、じゃねえよと思うけどね。だからなんだと思うけどね。お、どうした。ハッピーバースデー。あーっていうことはあれか、全員取ったから上がったのか。置いててくれてありがとう。これあげるね、プレゼントだよ。あざっす。ちゃんと来ちゃうな、お昼寝セット。体力が、体調回復するやつがいいな。確か今日が誕生日だっちゃね。これあげる。嬉しいな、ありがとう。高校生活最後の誕生日おめでとう。そうだな、大切にしよう。茶碗っすか、一応上がんねえよな。誕生日おめでとう。はい、どうぞ。あ、どうも、嬉しいよ。ってことで次の私の誕生日期待してるからね。あなたの誕生日はもう終わってるはずです。ちゃっかりしてんな。もう体調は上がらねえな。お、さつき先輩どうしたの、過去に。今日お誕生日よね、おめでとう。はい、プレゼントよ。お、覚えててくれたんですね、ありがとうございます。いろいろ考えて選んだのよ。受け取ってもらえてよかった。じゃあ
先輩からももらえるなんて俺は幸せだな。シルバーブレスレット体調上がんねえな体調しか考えてねえな俺お誕生日おめでとう。これプレゼント、つまらないものかもしれないけど。つまらないんだ、がっかりだな。え、あ、そのごめんね。嘘嘘、なんだって嬉しいよ。ひどい、からかってるでしょ。そんなこと言うなら返して。ごめんなさい、冗談する、許して冗談冗談、はい、受け取ってね。癒しのポブリセット、あー、ワンチャン体調上がるか体調のことしか考えないはい、特技のこと？うん、そろそろ見直した方がいいんじゃない？確かにそうだね。そういえば最近すごく調子いいみたい。うまく活用できてる証拠だね。そうかな。うん、だってさ、最近の君はすっごく素敵だし。そう？うん、じゃあ始めよっか。およと言っても開くことしかしねえからな、今は。ここはまだもんね。そういや、あったな、悟りの境地。こんなのあったあった。全然読んでなかったけど、あったな。ああ。そうそうそう。あれ、これちょっと。この特技をこれ以上実践。これさ、これで終わりにして。ダメだよ。この特技。ることを目指せ。この特技。そうそうそう。で、カウンス。この特技。芸術外しいの。悟り入れの。あと32でしょ。あと1個ある。何だっけ、女の子、表現がさらに下がるか。ああ、オッケーオッケー。とりあえず今ここは全出ししたのか。よし、まずはここは全出しして、ここも全出ししたか。OK。2つ全出しはした。ここが厄介なんだよね。これで終わり。いいよ。お疲れ様。バッチリ。そっか。じゃあこれで勉強だけじゃなく、いろいろバッチリだね。そうですね。いろいろ？うん。いろいろ。それじゃあ、頑張ってね。うん。さあ、9月だ。というわけで、時間もいい時間だったので今回はこれぐらいにしたいと思います。いや、全国一になれてよかったよあとは体調だな。よし、じゃあそれじゃあまた。